やはりそれがこうなんですか、試合どの試合も安定して的に点を取れて失点でこう防ぐことができれば、はい、間違いなく昇格できるチームだと思いますね、はい、FC 町田ゼルビアとファチアの岡山、まだ4節ですが上位勢の対決ということになっています。この町田のサポーターの皆さんから大きな拍手が送りました。ここは川野中に送って、うまい、ドゥール送って平戸ちょんと送って中に入っていく、さあ折り返して中野を決めた、町田先制点、平川優プロ初ゴールです。あの平川が中に入ってくるだけですね。このボールのやっぱりドゥドゥの、ね、コースの切り方でインターセプト、あと平戸の抜き、それから最後のラストパス、ナイス反応でした福井です。さあコーナー中入っていこう、とっとっとっと大事そうにボールを取りました福井です。そういうところのやっぱちょっと違いがね、あのこの試合出てますね、岡山のね。オナガが蹴ります、中シュート、オータースーパーゴール、オータ見事ワンタッチで突き刺しました、今シーズン初ゴール、町田2点目だと思いますけど、あ相手のクリアですか、クリアですね、相手のクリアが、まあ、そのファーサイドに行ったところをです、ね、これをフリーで、まあ、少しこう中央に入りながらワンショートバウンドですか、これ、まあ、一回バウンドしてますけどね、バウンドしてますか、またここも競争が激しい、競争は激しいですね、裏のボール平川が出ました、逆サイドから太田が走ってくる、佐藤が自分で行くが、太田に流した、決まった、キーパーとディフェンスラインの間ですよね、いいところでした、結構速いボールでもう合わせるだけと、もったいなかったですね、今外したんですけどね。さあ高江フェイント入れて、おっとっとちょっとムークが押してしまいましたよ、ムークが平川、あレッドだ、うわ今日は日本デビュー戦だったんですが、平川がいて、ああもう意図的にちょっと手で押してます ね、 すね、落として前を向いて、さあどうか、シュートはどうか、さあシュート入ったなって川本にワンタッチで柳ですか、これ、そうですね、柳がで今日は3対1町田リード、うん、高橋素晴らしいですね、もう外に出してね、あでここで試合終了です。町田ゼルビアはこれで3連勝。